この動画は、タクミックが適当に作ったものなので、面白くなかったり、偏った見方があったりするかもしれませんが、どうかお許しください。皆さん、こんにちは。今回は、古生戦の歴史について、小学生でもわかるように解説していきます。では、早速見ていきましょう。戦前、琵琶湖の西側のエリアでは、江若鉄道という鉄道会社がありました。この会社はこのように言いました。大津から福井県内まで鉄道を通すぞ。大津市内から琵琶湖の西側を通って福井県内まで鉄道を通そうとしました。そして扇今津駅まで鉄道を作りました。しかしお金がなかったため、その先の区間は作れず、いつの間にか計画自体は消滅しました。戦後になると江若鉄道は何とか存在していました。しかし、延伸計画が再開されることはありませんでした。一方、この頃になると、国鉄がこのように言いました。大阪と北陸方面をつなぐショートカットみたいな路線欲しいな。かつて、大阪方面と北陸方面を結ぶ列車は米原駅経由となっていました。しかし、このルートでは、当時ダイヤが密だった東海道本線を走ることとなっていたため、いろいろと不便でした。そこで北陸方面へ行き来できるバイパスの意味合いも含めて、ショートカットとなる路線を作ろうと、琵琶湖の西側に新しい路線を作ろうとしました。一方、このルートはそれまで存在していた江若鉄道と重なっていました。ただお金に困っていた江若鉄道はこのように言いました。国鉄さん、もうすべて買い取ってください。こうして江若鉄道は土地などをすべて国鉄に売り払い、鉄道を走らせる活動を完全にやめました。そして国鉄は江若鉄道の土地を買い取り、さらに線路を大見塩津駅まで作り上げました。なお、線路の形について国鉄はこのように言いました。北陸特急が走るんだから、やっぱりハイスペックにしないとな。北陸方面へ行き来する特急が走ることが大前提だったため、特急列車がスピードを出せるよう直線的な作りにすることとしました。こうして湖西線が開業しました。これ以降、関西と北陸を結ぶ特急列車のほか、貨物列車も湖西線経由となりました。さて、同じ頃、関西地区の国鉄東海道本線では、新快速という種類の電車が登場しました。新快速は、最終的に1時間あたり4本走ることになったのですが、このうちの1本は湖西線に入るようになりました。その後、国鉄は JR 西日本に切り替わるのですが、最近になると JR 西日本はこのように言いました。風に強いフェンスを作るぞー。湖西線が走るエリアは冬になると強風が吹くことがよくあるのですが、強い風が吹くたびに電車がストップする感じに長年なっていました。そこで風から電車を守るフェンスを作り、湖西線を風に強い路線にしようとしました。そしてこの結果として、湖西線では電車がストップする頻度が少なくなったそうです。一方、とある問題が出てきました。今後、敦賀駅から新大阪駅にかけて北陸新幹線が作られる予定なのですが、湖西線について JR 西日本はこのように言いました。新幹線ができたら湖西線もういらねえな。新幹線ができると北陸方面へ行き来する特急列車が消滅するため、湖西線はもういらないかもしれないと JR 西日本は言いました。そして湖西線そのものを手放すかもしれないと言いました。新幹線の開業によって在来線が JR から見放される問題を並行在来線問題というのですが、湖西線もこの対象になるのかもしれないそうです。今後の湖西線はどうなってしまうのでしょうかね。以上、湖西線の大雑把な歴史についてでした。なお、この動画には間違った内容や作成したおっさんの偏った見方が含まれているかもしれませんが、この辺は許してくださいね。じゃあ、今日の授業はここまでとします。気に入った方は、高評価をお願いします。また、チャンネル登録もお願いします。